キリト、無事じゃったか。カーディナル、突然いなくなってすまない。聞いてくれ、俺たちラースの職員にリアルワールド側から強制ログアウトされて、いや、それより現在の状況は、アリス、ユージオ、それにドロシーは。落ち着け。もはやお主たちが消えてから何日経過したと思っている。まずはそちらに何が起きたか教えてくれ。俺はカーディナルにかいつまんで事情を説明した。高度なボトムアップ型 AI を作り出し、兵器として軍事転用することを目的とした計画、プロジェクトアリシゼーション。それがどこかの産業スパイに情報が漏れて、この世界を管理しているラースの施設オーシャンタートルそのものが攻撃された。そして敵はラースの人間がアンダーワールドにログインするために作っていたアカウントを使ってすでに侵入しており、行動を開始している。しかもそのアカウントが暗黒界を支配する暗黒神ベクタのアカウントだというのだから、運命は皮肉なものだ。敵の勢力が狙う優れた人工高適応型知的自立存在は俺たちの友人であるアリス。俺たちは絶対に彼女を魔の手から守らなくてはいけない。そうか、この不毛な戦い、最終負荷実験を止めることはできず、最悪の種は放られたまま。そしてアリスを救い、やってきた敵を排除せねば、この世界もどうなるかわからないと。次はこちらの状況説明じゃな。良い話題は何一つとしてない。心して聞け、キリト。お主たちが突然消えた後、暗黒海側は今までの和平交渉がなかったかのような粗暴な行為を見せつけてきた。暗黒騎士団のシャスターとすら会話が成り立たず、問答無用で攻撃されたらしい。後で聞いたところによると、目は鮮血で染まったように一様に赤くなり、誰もが悪感情に支配されていたという。まるで洗脳されたような状態じゃ。実際そうだったのかもしれない。お主たちの報告によれば、和平は確かに実現間近だった。それが暗黒神ベクタの降臨で全てが無に帰した。あたかも和平の話し合いなど最初からなかったようにな。苦渋の決断を迫られ、ベルクーリの指示で人海和平使節団は敵地にとどまらず人海に引き返した。英断じゃったと思うぞ。死者は出ておらん。ドロシーは、カイナンやサライはどうなったかわかるか。ドロシーは人海の者たちを逃がすために暗黒界の追手を引き受けたまま、行方が知れないそうじゃ。そんな、サライとカイナンだったか。二人の情報は入っとらん。放心したか。そんな様子ではこれから起きる出来事に耐えられんぞ。今からでも引き返すか。リアルワールドに行けばよい。カーディナル、俺は。すまぬ、言い過ぎた。わしもこの事態を受け止めきれておらんのかもしれん。キリト君、カーディナルさんを追いかけよう。
ーディナル。お主は悪くない。責めるような言い方をして悪かった。リアルワールドは、我々の創世神はなぜこんな悲劇をもたらすのか、そう思ってしまったのじゃ。キリト、和平交渉は決裂じゃ。東の大門は崩れる。戦が起きるぞ。たくさんの命が消えるじゃろう。戦う力を持たぬ者はなすすべもなく果てる。命など最初からなかったかのように、みな死に絶える。キリト、お主はどこに着く？友のいる人界か？それとも新たに救いたい命と出会ったダークテリトリーか？それともやはりリアルワールドか？もはやこの世界を消してしまう方が新たな悲しみは生まれんじゃろう。だが止めることはできぬというなら決めておけ。どこへ行こうとわしは止めぬ。カーディナル、俺は、俺が味方したいのは一つだけ。アンダーワールドそのものだよ。どこじゃない、全部だ。全部救いたい。その中にカーディナルも入ってる。もう一度、もう一度、俺にチャンスをくれ、カーディナル。和平はもうすぐだったんだ。今からでもまだ間に合うかもしれない。人界もダークテリトリーも救える方法がきっとあるはずだ。口を叩いて後悔しても知らんぞ。後悔しないために今行くんだよ。あの死は腹の立つやつじゃ。どうしてこう、何度もわしに信じたいと思わせるのか。行け、キリト。お主の思うがままに戦ってみよ。カイナ、サライたち、人界の人たちに殺されちゃうの？このオブシディア城城下町まで人界軍が攻め入ってくることになったら、そうなるかもしれません。あんなに仲良くしてたのに。戦争はそういうものなんですよ。良き隣人が突然悪魔に変わる。キリトさんたちは私たちを裏切ったんです。突然いなくなった。そして我々も裏切った。ベクタ様に歯向かうことはできない。もうおしまいなんですよ。何も信じてはいけません、サライさん。キリト、戦争が始まった。この音は、東の大門が崩れたのか？すぐに移動しよう。アリスの居場所がつかめなくなる。
こんなのってない。あんなにみんなで和平を目指そうって頑張っていたのに。カーディナルさんは暗黒神ベクタが戦争を扇動してるって言ってた。きっとあのアカウントの中に入ってるやつの仕業よ。ダークテリトリー最高峰の地位を使ってあらゆる土地や人々を蹂躙する。そしてアリスを探す目的のためなら戦争も厭わないってわけ。悪魔のやり方よ。この世界の人々の命なんてどうでもいいんだ。魂の在りかを知りたかった。生きとし生けるものに備わっているとされるもの、その概念に子供の頃から惹かれた。魂とは一体人間の体のどこにあるのだろう。どこを壊せば見ることができる。頭、胸、それとも全身に染み込んでいるのか。ゲイブ大好きよ。人類の発展はトライアンドエラーの繰り返しで、まずはやってみないことにはわからない。だからあの時。ゲイブ、ゲイブと離れたくない。自分にとってどうでもいい人間ではなく、初恋の相手ともいえる彼女アリシアをその相手に選んだのは、彼女のことが好きだからこそだった。ずっとずっと彼女の魂を見てみたかった。ゲイブ試みは予想以上の成果を得た。絶命したアリシアの額から浮き出た光り輝く小さな雲の美しさを今でも覚えている。あれは魂だった。彼女の魂はそうなるべきだったとでも言うように、私の額へと吸い込まれた。そう言うなれば食べた。素晴らしい体験だった。もう一度あの美しい光の雲を見ることができるのなら、きっと何でもするだろう。それこそ悪魔に魂すら売り渡す。アリシア、君の魂は。ブロ、ブロ、おい、本気で寝ちまったのか。我らが隊長、おい、ガブリエルさんよ。バサゴ、いや、目を閉じていただけだ。そりゃよかった。しっかりしてくれなきゃ困るぜ。俺はブロみたいにこのアカウントらしいロールプレイ、振る舞いや演説はできないからな。ブロがかけた暗黒術で配下の奴らは洗脳状態にあるって言ってもよ、指示求められるたびにヒヤッとしまう。お前らしくもない。もっと楽しめばいい。ま、そうだな。ターゲットが転がり込んでくるまでせいぜい楽しむか。どれだけ殺そうが犯そうが、仮想空間の中じゃ誰も俺らを裁けねえ。久しぶりだぜこの感じ。いや、あの時以上かもしれねえ。レッドプレイヤーにすらならないんだからな。どいつもこいつも殺せ殺せってな。ああ、そうだな、バサゴ。思う存分殺し合ってもらうとしよう。いずれ待望の娘はこの暗黒神ベクタの献上品としてやってくる。人類史上初となる神聖人工知能アリス。彼女を求めることはもはや任務ではない。まるでアリシアを求めた時のように高揚している。アリス、君の魂はきっと甘いだろう。闇の国の将兵どもよ、貴様らが望んだ時だ。
命ある者は全て殺せ、余さず奪え、そして世に献上せよ、かの地に現れる光の御子。大門のところにいた人たち、誰も私たちの話を聞いてくれませんでしたね。まるで洗脳されているみたいに。暗黒神ベクタが降臨してから全てが狂い始めている。あのアカウントの中のやつが何かしていると考えるべきなのかもな。暗黒騎士団のシャスターさんやリピアさんが人海神軍の命令に反抗しなかったっていうのは疑問が残るよね。ああ、とにかくなるべく暗黒海側との戦闘は避けつつアリスを探そう。裏道からダークテリトリーへ潜入だ。こうして私たちが戦火から逃れている間もみんな戦っているんですよね。使命っぽいのはなしよ。それに心配がいらない人だってたくさんいるじゃない。戦うことにためらいがないというか。うん、きっとそういう人たちは大丈夫よ。第二陣、用意。まだ？俺の出番まだ？まだだ。落ち着いた方がいいですよ、ログ。弓矢の次は総兵。それからようやく私たちの出番です。でも早く暴れたいよね。師匠、まだ？まだだと言っているだろうが。まったく。なぜいつも我が子守役なのか。キリト君、前見てる？すまない、見てるよ。走りながら考え事しちゃダメだな。友情が無事か気になって。よくも、よくも裏切ってくれたな。シャスタ、お前自分で言ってることが分かっているか。裏切ったのはそっちだろうが。いや、お前たちが裏切った。それにドロシーが、お前たち人海のものの脱出を手伝ってくれ。行方が知れない。そんなに御所を大事にしてる娘ならなぜ騎士にした。ダークテリトリーの子供を板挟みで。本人が一番辛い目に遭うなんて分かりきっていたことだろうが。お前が言うな。ドロシーの母親を殺したくせに。ああ、分かってる。気づいていた。知っていた。クソ。キリト。ねえ、キリト君、あれってカイナン。よかった、無事だったんだな。本当によかった。キリトさん、本当に無事でよかったわ。でもどうしてここに。強制招集です。私ら商工ギルドは戦争が始まれば後方支援に回りますから。それでこの道は戦場への補給路なんです。ドロシーとサライはどうなったか分かるか、教えてくれ。
サライさんは避難させています。知り合いに預けました。ドロシーさんの行方は私が知りたいくらいです。ベクタ様が降臨されてからもう全部ぐちゃぐちゃですよ。お目通りをされた方たちの様子がおかしいんです。こんな未来来てほしくなかった。私は戦争をしないために頑張っていたのに。キリトさん、どうして逃げたんですか。カイノ、それには事情があって。ベクタ様が降臨したとしてもあなたたちがいればまだなんとかなったかもしれない。十皇を説得してみんなでベクタ様と対峙する選択肢だってあったはず。なのにキリトさんたちは私に何も言わず。違うんだ、ベクタが来たから逃げたんじゃない。今説明できないが本当にそうじゃないんだ。その証明をするために今俺たちはここにいる。和平の意思は消えてないよカイナン。ええ、私たち戦争を止めるわ。本気よ。信じられないかもしれないが、あなたが胃の一番に無事だったんだなって。駆け寄ってくる人じゃなけりゃ私も。カイノ。いいえ、こちらの話です。信じますよ。キリトさんたちにはたくさん担保をもらってますから。担保って俺、こんな場面を補える何かをお前に預けてたか。ありますよ。今までキリトさんがしてくれたこと、旅の思い出たくさんあるでしょう。一緒に野宿で食べたスープ美味しかったです。私が大きな野菜がゴロゴロ入ってるのが好きだと言ったら、ユージオさんはたっぷり注いでくれた。アリスさんに何度道中助けられたか分かりません。キリトさん、私は商人です。感情には左右されません。損得で動きます。でもですね、今は気持ちで動きたい。なんででしょうね。普段ならこういう時私真っ先に逃げてしまうんですけど、今はそれができないんです。しようとしても心にある思い出が邪魔をするんですよ。無視できません。ですからこれは私の自己満足です。戦場への最短の道提供させてもらいますわ。お支払いは全部終わった後にいつか。精神的にで構いません。ありがとうカイナ。キリト君、あれ。ドロシー、あなたたちにはもううんざりです。こんなことをしている場合ではない。それがわからないのですか。総長がお前をお望みだ。今こそその身をさらいとな。それを命じる DIL もあなたたちも大バカ者だ。戦争が起きているんですよ。戦火の中でこの小娘一人手に入れてどうするというのです。大規模術式の生贄にすると聞いた。お前の体を狙っていたのもそのためだと聞く。だから今こそ必要なのだ。
喜べ、ドロシー・イザヤ・エリシュだ。お前の命で幾千もの人海軍を保護ることができるかもしれん。むしろその身を捧げられることを喜ぶべき。そうだ、死ね、死を喜べ、大罪の子供よ。お前の生はこのためにあったのだ。暗黒界のために、ベクタ様のために死ね。最悪の神は笑わない。この身は常に勝利する。最悪の神は笑わない。この身は常に勝利する。上昇の戦士となりて平定をなす。我が道の行く先には栄光を、その背には屍を。あらゆる剣も槍も我が身を貫くことはない。上昇の戦士の名はキルト。この祈りでかの者は守護を得る。最悪の神は笑わない。かの者は常に勝利する。その時、私の頭の中には一つの記憶が浮かんでいた。羞恥心と情けなさで泣いていた私に、彼があの時言ったこと、仲間だと彼は言った。私たちは敵同士だが仲間だと。嫌われ者で居場所がどこにもなくて、誰かに認めてほしいからただ命を燃やしていた私に言ってくれたのだ。友達だと。どんなに私が拒絶しても勝手に味方すると言った。だからこの時私は疑わなかった。彼がまだ私の友であるということを。ドロシー、無視か。キリト、遅いです。ずっと君を探してました。いなくなってどんなに不安になったか。ごめん、本当にごめん。君は召喚の友達のままですね。たとえみんなが争っていても君と私は友達ですね。ああ、そうだ。俺は君の味方で友達だ。変わってないよ、ドロシー。いろいろすまない。今から全部挽回する。まずはこいつらを片付けて、それからもう一度再会を喜ぼう。戦いを始めましょう。行きましょう。行きます。
真意のイメージトレーニングがてら練習で使ってた。ダメだったか。いいですよ、君の役に立つなら、君のためになるなら何だってあげます。もうそれくらいできるほど召喚も君が好きです。キリト、その今の好きは友達としてです。ああそうだよな。もちろんです。ダロシーさん、無事でよかった。一体どこに隠れてらしたんですか。心配しましたよ。サライさんのことは避難させてます。安心してください。皆さん、カイナン殿、ご心配をおかけしました。人界の方々を逃がすために暗黒術師ギルドの者たちを引きつけて戦っているうちに重傷を負いまして、命からがら逃げ切り、神聖術で治療を続けながらなんとか動けるようになったところで戦争が始まりました。シャスター様は召喚の失踪を人界の方々のせいだと誤解しているかもしれません。早く合流しないと。俺たちも姿を突然消してしまったのには事情があるんだ。でも今それを話している余裕がない。キリト、大丈夫です。君を、みんなを信じています。戦争が終わったら教えてください。ありがとう。とりあえず今起こっていることを情報共有する。シャスター様がベクタ様から洗脳を。ありえぬ話ではありません。ベクタ様のお力は伝え聞くものだけでも他者の記憶を消し、いずこかに捨ておくというものがあります。ベクタの迷子だな。なるほど、実際にそういう力が備わっているなら納得だ。なんといってもスーパーアカウントだ。他にもまだ隠し玉があってもおかしくないぞ。商工ギルドの者もベクタ様に謁見してから命を顧みず行動するようになりました。じゃあみんな操られて戦争をしてるってことですか。こりゃたまげた。ああ、そしてそれを止められるのは操られてない者たち、俺たちってことになる。ドロシーもカイナンも見つけた。あとはできればユージオと合流してアリスを探す。きっと戦場にいるはずだ。行こう、みんな。これで終わりです。ベクタ、言った。光の巫女、捕らえよ。人界と和平結ぶはずだったのに、頭が、金色の娘、逃げろ。お前狙われてる。アレス様、
私が暗黒神ベクタに狙われている？どういうことですか？どうしてアリス様が？確証はありませんが、暗黒神ベクタがこたび降臨した理由の一つが、光の巫女なるものを手中に収めることなのでは。そしてその存在がアリス殿のことだと？ご自覚はあるんですか？まさか、光の巫女という言葉自体初めて聞きました。先ほどのアリス様の剣技と神聖術は神々しいものがありました。おそらくはアテス医療の類では。なるほど。つまりその光の巫女なるものに扮して戦場を駆け巡れば、戦力を引きつけ敵軍を一網打尽にすることも、そして隠れているあちらの総大将をあぶり出すことも可能ということですね。伝令、伝令！光の柱のもとにて光の巫女を確認。繰り返します。光の巫女を確認いたしました。凄まじい神聖術を放った金色の髪の乙女、人界の聖号騎士アリス・シンセシス・サーティが自ら光の巫女だと宣言。現在追跡中です。アリス。ブロ、出るのか？ああ、私は正面から彼女を迎えよう。念のためお前は別ルートから近づけ。確実にものにする。全軍へ通達、移動準備せよ。これより光の巫女を捕らえるため進軍する。巫女以外は殺せ。邪魔する者は全て蹂躙せよ。魔獣が道を塞いでます。戦争中なんですから魔獣も空気読んでくれませんかね。あっち行ってください。カイアン、隠れてろ。行くぞみんな。急を諦めて逃げただろ。絶対生き残ったって。キリトさん、私のこと分かってますな。この子の、しかし今は全員で生き残りましょうね。補給路はここからがさらに難関だと聞いてます。しっ
かり準備をした方がいいですよ、キリトさん。もうすぐ戦場だな。音が近くなってる。和平できるでしょうか。なんだよ、えらく弱気だな。海難らしくない。私だって不安になりますよ。なんたって非戦闘員なんですよ。キリトさんたちと戦場に飛び込むってだけでも心臓バクバクですわ。でも誰かがやらなきゃいけない。私みたいな商人には向かない状況ですけど、でも皆さんがいるから、皆さんがいるから頑張れる。頼りにしてますよ。さあみんな頑張っていきま。しょう。あ、ね。え？カイノ。キリトさん、私今どうなって。そんな、カイナンだの、カイナンだの。どこからか攻撃されてる。みんな。待って、今回復を。みなさん、いいから、いいから、に、げ、た。そんな、カイナ。嘘、カイナ、カイナ。そこにいるやつ、出てきなさい。へえ、よく隠れてる場所が分かったな。それにしても不穏分子かと思いきや、まさか KOB のアスナ、それに黒の剣士キリトかよ。こんなところで会えるとはな。一番どんくさそうなやつからやったんだが、先にお前らを狙えばよかったぜ。あなた誰？どうして私の名前を？それにキリト君も。ああそうだな、この格好じゃ分からなくても仕方ない。お前らと同じでよ、この世界のアカウント使って動いてるんだぜ。俺とアスナの素性を知ってる。しかも姿まで。学校関係者。いや、この戦い方、この狂気にも似た殺意を俺は知っている。お前、いろいろ大事なもん殺してやんねえと思い出してくれねえ感じか。寂しいもんだ。じゃ、ここにいる女どもを殺すか。もしかして。いや、そんな、この状況で。そんなのありか。敵側にあいつがいるというのか。 SAO で殺人ギルドとして恐れられていたあの集団。 It's showtime! アフィ・ゴフィンのリーダー、お前ブーカ、ブラッキー、黒の剣士キリト、ご名答。会いたかったぜ。俺が唯一殺しきれなかった愛しの勇者さんよ。今日はなんて日だ。クリスマスとニューイヤーが同時に来たってくらいハッピーだなあ、キリト。お前にとってもそうだろ。先行、お前もだ。俺たちはやるべきだ。出会ってしまったんならやるしかねえなあ。そう思わねえか。な、何を。何をって、そりゃ殺し合いに決まってんだろ。来いよ、先行キリト。
決めれ！今だ！せー！
攻撃じゃねえな。そんなに血まみれになりてえのか。だったらそうしてやるよ。女どもいい声で泣いてみせろ。リズさん、よそ見してる場合か。よくもリズさんを。シルダちゃん、そんな。かわいそうにな。後を追うってのはどうだ。なあ、なあ。みんな逃げて。ここは私が。キリト君、先に行って。ドロシーさんも。この男を食い止める役割なら召喚が。ドロシーさんには暗黒騎士団の人に誤解を解いてもらわないと。キリト君はアリスさんを守るの。それぞれ役割がある。行きなさい、キリト、ドロシー、早く。くそ、ドロシー、行くぞ。おいおい、待てよ。そんなのありか。キリト、決着をつけようぜ。なあ、なあ、俺から逃げるんじゃねえ。カイナン殿が、みんなが、キリト。ドロシー、今考えるな。考えちゃダメだ。前へ、前へ進もう。見つけたぞ。滞在の子供を確保しろ。遅くもだ。生け捕りにして DIL 様に引き渡せ。しつこいな。まだ狙っているのか。ドロシー、振り切って逃げるぞ。シロ、追いついてくれたのか。よくぞ無事でした。他のみんなは後ろに見えませんが。いい、落ち着いて聞いて。最初にシリカが殺された。次にリズ、アスナが相打ちの形でプーを倒してくれたわ。
リーファはなんとか立ち上がってくれて、私とあんたたちを追いかけたけど、こっちにも暗黒術師ギルドの追っ手が現れて、私リーファを守りきれなかった。シノンしか生き残らなかった。みんな死んでしまったのですか？そうよ。そんな、みんなしっかりして。いいから行くわよ。キリト、アスナに言われたことを忘れてないでしょ。アリスを助ける、ドロシーを戦場に届ける、わかってるよ。行こう。魔兵の使者様ですか？お待ちしていました。誰？何者なの？商工ギルドの者です。この補給路で後方支援を担当しています。海難は残念でしたね。見ていたのか？ええ、あの惨劇を見た後、先回りしてこちらの道で待たせていただきました。戦場への道をお探しなのでしょう？案内します。こちらですよ。さあ、さあ。本当にこの道なのか？ええ、こっちですよ。こっち、こっち、こっち。我々はここまでです。もうここまで来れば道は分かりますね。さあ行って、行って、行って、行って。もうすぐですよ。もうすぐです。なんか様子がおかしくない。戦場の殺意にやられて頭がおかしくなってしまったのでしょうか？こんなの相手にしてる暇ないわよ。一度逃げて迂回を。ベクタ様万歳！和平なんて無理だったんだ。最初からこうすればよかった。みんなどうせこの戦場で死ぬんだ。だったら殺す方に回る方がいい。死ね、死ね。くそ、どうしたって橋を渡るしかないぞ。キリト、分かってるわ。私たちが守るのはアンダーワールドそのものよ。シノン、走って。任せた。行くぞトロシー。前を走らせててよかったわ。正直もう天命が尽きかけてるなんて言えなかったもの。あとは頑張りなさいよキリト。キリト、シノンが。後ろを見るな、ドロシー。
同士みんな死んでしまいました。ドロシー、小さい頃からいつもそう、みんなどうして先に死んでしまうのですか。どうしていつも召喚は生き残ってしまうのですか。誰よりもこの世界に不要なのは召喚なのに、どうして召喚を真っ先に殺せばいいのに。この世界はそうしない。どうしてこんなに意地悪なんでしょうか。父さんも母さんもいないこの世界で、どうしてこんなにも苦しい思いをして生きていなくてはいけないのですか。キリト、召喚はもう、ドロシー、もうこんな世界で生きていたくない。認め合えた者たちも、また再会しようと約束した者たちも、ドロシー、アリス殿もユージオ殿もシャスター様、リピア様も、ドロシー、やめろ。みんなもう死んでいるかも。やめろドロシードロシー、進もう。キリト、きっと君を守る。生きていたくないだなんて君が言わなくなる未来を作ろう。きっと作るよドロシ。もう一歩も進めないなら俺が背負う。だからドロシ、お願いだ、ここで折れないでくれ。俺がいるよ。キリト、ごめんなさい。君だって怖いのに、悲しいのに、召喚は自分のことばかり。キリト、君の言う通りだ。行きましょう、キリト。何があっても召喚は最後まで君の友達です。キリト、もうすぐ最前線です。ああ、血生臭い匂いがしてきたな。我が死をどうするつもりだ、暗黒神ベクター。